ちょっとで準備をしておりまして、第1ステージはですね、男性女性合唱コーラスとあとアンサンブルのステージになります。最初の曲なんですが、あの男性合唱で、始まります。最初のステージは金曜を乗せて、宮崎駿作曲久石譲、まあ、皆さんご存知だと思いますが、スタジオジブリの一作目天空の空ラピュタの主題歌になります。ラピュタとは高度な文明を持ったラピュタ人が作った天空の城で、いつは雲に覆われた伝説、いつもは雲に、覆われた伝説の城、ラピュタ人の末裔である少女シータと鉱山で働くバズーが鉱石を羅針盤にその城を探す冒険の物語です。今日は男性合唱で、やらせていただきます。どうぞお楽しみください。
1曲目、金曜の設定です。非常にちょっと緊張になってしまった。